皆さんこんにちは、神戸市民淡井圭介から大谷翔平へのメッセージ。本日、2023年8月の24日。まあ今日翔平が先発で、ホームランを44号目を打って急に体調不良になって。まあ、マウンドを降りたと。それ呪われてる状態だから判断正しいです。翔平グッジョブ。自分で自分の身を守れてる。正当防衛。今ちょっと僕の方にそれが多分来てると思うんですけども、ルール法律で大元分かったらそいつ大変なことになるから。阪神淡路大震災の被災者ちゃんと直接お金渡してっていうことで助けるって、そうじゃなかったらその人だって厚生年金かけね、厚生年金じゃない、厚生年金基金だったら自分でかけに行けれるはずです。で、 YouTuber の話、仕事としてそれ認めてもらわなかった厚生年金基金のあの人たちが仕事をしてる人じゃないとかけちゃダメ、無茶なこと言って、いや、かけたい時はある。それ人はそれぞれによって事情さまざまだから、あんまり余計なこと書いちゃダメって。裁判所の地裁に出てくるところでね、原告側の求める金額っていうところを身勝手に作ってきて、で、裁判所でね、地裁とか行ってみた人だったら分かると思うんですけども、求める金額が150万円、140万円以下だったら調停かな。それ以上ぐらいが地裁から。まあこれ、しっかりと本人で自分で聞きに行って、票をもらった、票をもらってもらっていいと思うんですけど、僕のホームページに貼り付けてなかったかな。公文書公開っていう法律があるから、貼り付けてもらったらいいんです。覚えてる人増やさなかったら、無理でしょう、本当に。どう、みんなで。どうだったっけで、こんなことで裁判全員止まったんで、止まったったら、ほん、止まったったらいいじゃん。止まっ、絶対止まった。本当に。もう国がめちゃくちゃなことずっとしてるから、ね、岸田総理も、テレビ局がまだ身勝手なことを放送し始めたら、言いにくいって、この辺も昨日もね、報道番組、時間軸を超えて、声が聞こえてくる方、岸田総理、淡井圭介って分かってる。ビジネスだからと、でもうそれ笑いながら言うか、もう感情の行きどころで怒りながら言うか、もう泣きながら言う、もう毎日聞かされて、それはそれで岸田さんも持たないから。ガソリン代に補助金つける話を、またワールドビジネスサテライトの、男性のコメンテーター、もしかしたらね、僕だけ以前の映像を見せられてる可能性があるんです。コンピューター、スーパーコンピューターから。自動で映像。この人。犯人この人。めちゃめちゃ賢いから、コンピューター。自分でパソコン買ってみたことあります？3コアと 4GB。まあ、翔平の名前出してるから、一般人の人も聞くと思うんですけども、ね、SSD がついてるとかついてないとか、いろいろあるでしょ。高性能で、コア7。それ考えるところ。で、16GB。それも読み込みスピードに影響出てきます。で、まあ SSD がどうこうで嘘の記事たまに出てくる。だんだん埋まってる。削除したらいいだけ。そんなわけのわからん記事か。早く読み込みスピード上げたいから、自分でパソコン扱ってみて、わかる。試合終わった後だったら、笑っても全然大丈夫だから、ある意味、笑い飛ばすっていう方法で、呪いも笑い飛ばしてできるもんあるんです、事実としてね。で、自分の体で分かるから、何か分からへんだなって、もう、結構さんたち、手しびれてくる。警察官の方に自分が被害者の通報しに行って、
で、もうええから、もうこれ、君の声とか録音するからって言い始めた。相手全く逆のことに始めた。それまで暴言言ってきた。それ、もう思い出してるからって。君たち二人後にもう顔思い出してるから 言って、もう録音し始めた。全く逆のこと言ってきて、で、それ警察官に事情を説明したの。警察官が途中、別の警察官だし。僕途中まで説明したから、それしっかりと伝えてくれてるなって思ったんですよ。そしたら。警察官が、君の動画のそのままの状態だったら、君がストーカー行為法違反になるっていうことを平気に言い始めて 言った。僕、それまでこういういきさつがあった。裁判所に書類を提出していった時に、何回も現れと 家出た時から倒し、二十歳前後の、もう学生かもしれない男4人組 集まって。どうせ連絡誰かしてるんでしょ。わかるから。それ仕事なんかええな。逆。それ本当にそうだったら、本当に裁判妨害で、完全にその二人組がストーカー行為法違反で、挑発行為で、威嚇行為で、併合罪って知ってます？どれかの法律が、ね。まあ、刑事事件で当てはめると、あと何回もしてるんだ。累犯科集。大変なことになる。そう、裁判妨害も、どんな裁判の案件扱ってる人を妨害してるかによって、その真相、ゼネコンとかと繋がった。建築業界のこと。スポーツ業界もあるって。もう、テレビ出たいと無理だ。阪神・淡路大震災の被災者の人を助けるっていう話で、テレビ局の役員とか、ある程度の部分でね、その話なかったらこれ無理だっていうことになってるから、彼がずっと一人で狙い撃ちされる。我がの仕事の集まってくるに、多すぎる。無理無理、こっちもさ、何百人って相手できるわけないでしょ。その中が、ね、ダルビッシュとか、ある程度ね、まとも側の人間言いますよ。まあ、親族関係とかでもしかしたら大谷翔平の親も来たことがある方かもしれないです。テレビ局の、まあ、20歳前後のアナウンサー、まあ、西尾ゆかり、もう今も見かけないでしょ。ドローンしたを 高島彩とか、小林麻耶、もう各局の看板アナウンサーになった人全滅も。全然、いや、の、本当は残っといてもらわな困るの。証人になってもらう。自分たちも言いました。結婚話、自分たちから言いました。もう、淡井さんが、まあ、結婚相手探してる、聞いてる、本当は子供の頃からあの人に 電話かけたことがある人が います。川野明子は絶対。市川博子もそうだったかもしれない。昔の報道ステーション、古舘伊知郎さんの頃、淡井圭介の結婚話したことある ばっかりで固めて。よく考えた。その前がニュースステーションで、久米宏さん、もうそこまで嘘言ってたら無理ですって言って、もう、嘘まじいで喋ってたら、まあ、ある程度自分の方が間違えるのあると思いますよって、毎日毎日いろんな事件読み上げて、何がどうだったか分からんようになるの、多分そうだと思います。全部終えれるに絶対ない。それ見え張って言い過ぎ、本当。365日のうち、まあ200日ぐらいは絶対出勤してる、してたでしょ、その頃。 そんなにたくさんニュース読み上げて、たまに間違えることある で、みんな間違えた情報を聞くから、そういうものだって思うでしょ。本当に。ものすごい間違いを教えてあげましょうか。ワールドビジネスサテライトの。僕が二十歳の頃、入社頃、もしかしたら未成年の頃に、ワールドビジネスサテライトに出てくる人間、片っ端からどれ間違えてるか。もうそこまで間違えたら無理。おり。その仕事、君も出れないっていうことで、おろしますから。
中国の所有してる核兵器2000発とか言い始め、違う違う混ざってる。今中国原発いっぱいある、昔の話と混ざりすぎて、いいって、それだんだん減っていったの、いい、大真面目な話、まだ核兵器の数で換算して言ってるけども250発持ってるって言ったでしょ、あれゼロになった瞬間もうウラン鉱がね、まあ多分現場で濃縮させて中国に輸入していると思うんですけども、追いつかない、掘ってる方が。それがゼロになったら中国の全原発が最悪全部稼働停止、ものすごい大変なことになりますから、電車全部止まる、絶対無理ね。僕はその旧ロシアで会ってるんです、あのソビエト連邦の頃あったでしょ、実は1900年っていう頃、あそこまでソビエト連邦のあたり全部ロシアだったんですよ。無理でしたあんなにいろんな言語が違う立ち集まって会議法律一番上になったりまとめれん、無理無理無理、ちょっと、もうエネルギーの残存論問題とか、そういう部分からちょっと大きな、これしたら本当にもうとんでもない数死んでしまうからっていうこと。そんなにたくさん僕らに窓口に話持ってこないと無理だからっていう話。まあ一応ソ連っていう形に責任問題にもう一回させられる冷静な話か本当自分の国、もう自分の国ってもう言ったんでしょって言ったんでしょって、そしたらもう自分のそこの そこの範囲もう自分の国でいいから自分で統治してってね、ある程度貿易収入とか経済原理本当にあるよ。デフォルト、北欧の3カ国のどこかの国がね、デフォルトしたでしょ、銀行、銀行員の人が魚漁師さんになって魚取りに行ってるからお金すっからか、銀行のデフォルト起きたどうなるかどうなるか分かります、本物のデフォルト、口座とか全部止まる、もう鳴ったかどうかは知らないですよ。最近のニュースでアメリカの、ね、仮想通貨とか扱ってて銀行倒産させましたから、言いましたよ僕何年も前から、いいですか、他の件も言いますよ、今からタックスヘイブン、租税回避地、租税は納めなきゃならない決まってるでしょ、ペーパーカンパニー別の国に本社作りました、法人税とか払います、国連の力なめす、国が動かんわけないでしょ、自分の国が本当に餓死や続出をするようなケースだったら困るから、お前ら本当になめとんのかって本当になめとんの、これ言い方間違えました、 お前ら本当に過度の法律違反してるって自覚あるって、それとぼけたら人格破綻者として扱われるよって、無理無理無理、今度国民側の僕が言いますから、それで精神病院無理、もうすぐ禁錮刑、それ刑務所で働かされてるから、きつい労働の方、危ない危険な仕事、本当にあの悪用説とかももちろん高校生とかところ教わってますけども、あれ絶縁体の手袋なしでしくじったら体中に電流浴びるでしょ、絶対即死、最悪人体弾ける、北斗の剣、ちょ指先一つ違う、間違えただけ、そんな怖い剣もびっくりするか他の人間、うわーって見てる方がなんでってなるから、本当に本当、落雷、大木に落ちたとこ見たことある。
水分があるから木の中には。落雷落ちたらその電気の量無理、保持できない。電気の雷量が多いから、電圧、大木が真っ二つ、太さ絶対30センチ以上、もしかしたら50センチ軽く超えるかもしれない。それが木もしっかり調べなかったら泣くようになってるけど、本当いっぱいあるから。一応僕それ近所に撮影してもらってる。大体神社ほったらかしになってるお寺さんの裏とか大体そう。誰も拝みに来へんわこんなところ。ある程度の大きさなかったらみんな相手せえへんどころか記憶にないから、自分の町にあっても。えいや縦横高さ2メートルあれ神社だったの。どれだけ国を横領したくなった。そこまで役立たんもん。本当にそう。国民側だったらこれ言える。公務員だったら自分で自分の組織訴えたら上に仕事辞めさせられる可能性があるから、怖くて余裕。まあ舐めてんのかの話しますよ。小学生ぐらいの頃かな、低学年の頃、絶対低学年の頃。もう中学年絶対そいつは僕は見たことない。他の学校もいなかったでしょ。授業中雨舐めたい人いませんでした、一人ぐらい。なんか演奏のおやつ持ってきていい。間違えた最初。それでみんなあのおやつ食べていいよって言われてから食べてよかったんすって学校に出すんです。めちゃくちゃに悩んで、そんな法律な言い始めても、別の法律常識を持ちですかって裁判所で、裁判官が法廷でしっかりとね、僕は傍聴席で見てました、言われてるんですよ。窃盗犯むしゃくしゃしてましてって言わないで、むしゃむしゃしてまして。傍聴席は僕は愕然としましたよ、その時。はぁって、物盗んどいて普通言うって、売ってる方本当に破産あるんだよって、仕事なくなるんだよって、売り上げしっかりとして売り上げなかったら本当に法律的に従業員の人にボーナス払わなくていいのね。盗んだ人間、店舗側の人いいよ捕まえて、それ触ったらか、チカ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 、警察官呼んでね、絶対そいつ逃げるから。刑事訴訟法ちゃんと呼んだらわかる。一般人にも逮捕権あるから、普通にね、六法全書ちょっと呼んだ人間が一番常識なくなるから、裁判官がそのむしゃむしゃしてましてって言ったら、まあもう老人で勘に困った。本当に窃盗犯してる人結構いるから、裁判がもうそこまで、法廷でそんなふざけ方されたら、そのむしゃむしゃっていうのが、もしかしたら昔のむしゃ、何が言いたかったのか、むしゃむしゃしてましてのそんな短い言葉でわかるわけないでしょ。ふざけそうとしか思えないでしょ、聞いてる方。僕はその時愕然として、裁判官が、あなた常識をお持ちですか、今ここで真面目に答えなかったらどうなるか本当は分かってますよねって、期間長くなりますよって言われた。もうプレッシャーの塊、法廷で嘘ついた即逮捕。もう刑事で絶対あれ始まってるから、民事訴訟ちゃんと読んだ。最後の刑事訴訟法に変えるかも。
裁判所で働いてる、もう、民事部の人が怠け、もう自分で書類回さなきゃなんない。それか一緒に窓口連れて行ってあげる。たまに警察官とかでもいい、存在するから、今の君なら、それを、その書類をそのまま検察庁に持って行って。それも西村さんだった。本当は裁判官から、ああ、他の裁判かな、何か法廷で、テレビかな。まあ、はっきり、その、さすがにテレビで判例の嘘つかない、それ。僕とか、他の人たちが、めちゃめちゃ怒って、本当の被害者の人たちが。アナウンサー、警察官が乗り込んでくる。ね。東京オリンピックの前の2000、いまだに2020東京オリンピックって言い張ってますけども、開催してたの2021年ですからね。みんな忘れたでしょ。2021年開催された。勝ち負けさせられていたから。あれめっちゃきついから、本当に。あんだけメダル取ろうと思ったら。で、もう菅さんとかにも言われたから、総理の立場で。さすがにその時ぐらいは君に頑張ってもらわないと困る。ああ。さすがにボクシング 練習中に舐めてた。それで世界チャンピオン。無理無理無理。その辺の仕事行っても、どうせ失敗す。仕事への取り組む姿勢いい、それ。我が天下とか、我が天下、戦国不武の、週末のワレキューレっていう、イベントがしてあるんですけども、キャラクター、釈迦、雨だ。釈迦の本当の話、昔からインターネットバラされて、散々いろんなこと、自分が我慢の限界来て、ちゃんとデートしに行っとって、女性と。それ弟子に見つかってるっていう話になってるけども、弟子も早く結婚せんかった、本当に自分結婚できなくなるよって、あなたが釈迦があって、釈迦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 、千の利休、名前呼んだら千日 休みやった お茶暇ないとしか、あんなことして余裕ない。当時の食料事情を考えたら分かる。冷蔵庫のない世界ですよ。収穫時期、しっかりとね、収穫するタイミング考えなかったら、ちゃんと畑の中で生き残っといてもらわなかったら、腐る。まあ、どうしても我が天下とか戦国風のね、人たちへのメッセージへみたいな形にどうしてもなるんですけど。まあ、それでも刀とか槍持ってた方かもしれない。多分槍持ってる方は、もう熊だと思うけども、刀の方が絶対いい。槍一撃目失敗した。まあ、あいつね、棒で、こんな横から押す。重い。立った時に 1.5 メートルの熊が100キロ超えのやついるから。 すごいスピードで突進。絶対無理。
ラブナロクの話みたいおかしなことが多すぎロブが多すぎあんかたが殴られたとそんな本当に僕は殴られた方だからもうこうやって歯いかむんですよ。もうこの辺なんか横向いてるでしょ。で絶対虫歯になります。なぜって歯ブラシでそんなところ開いてみたくてすごい勢いでもうもうこれもうあんまり歯痛くてもうこれ絶対虫歯だろうなって思って歯医者行ったら調べてもらったら3箇所も本当にあってめっちゃ痛い。あべさん一つずつしましょうってもう痛いの知ってるから向こうも3箇所1日でオペ無理本当にそれ本当はオペ痛い痛いめちゃめちゃ痛い本人に痛覚ある話あれ本当痛い麻酔打ってもらってる痛い時は痛いあんまり打ちすぎたら本当に麻痺しすぎるからこの辺がほっぺたまで麻痺します。血で麻酔が回る, 笑いながら言ってたら冗談みたいに思うでしょ。もうもうこの間分かるじゃん。岸田さんも殴られたことがある方、今の総理だ。これしたかな。2023年8月の24日、ね、これね、Wi-Fi で日本の日付絶対これですよっていうことでコントロールしてるんです。時計せっかく頑張って時間ジャスト、昔電話とかでも聞けたでしょ。ピッピッピッチーンって5:06:18ですとか1分ごとに読み上げられる。あれしっかり時計の時間を電池なくなってきた時計回る力なくなってだんだん遅れる。それで遅刻する人本当にいるから、おかしい、時間通りに家出たはずだ、大真面目に生きていたのに大体の仕事場でまあまあそれぐらいあるわって言いますよ本当に。このタイプじゃなかったら本当にわからなくなりますいつから時計が遅れ始めたのか。だからみんなちょっと早めに家出てるんですよ、電車の時間とかバスの時間まあいろいろね、阪神タイガースへのメッセージと動画とかで言ってる内容とかね、あと電波についてとか僕のホームページの、まあ、ああいうふうな阪神タイガースについてに関してはそれは106番、番号をしっかり言ってもらったらさすがにあの欄の行でも簡単にわかるでしょ。あのパソコンだったらカーソルを下ろしていって、タッチパネルだったらもう最初の頃にバーってこう僕もあの行無理だと思います、番号言ってあげなかったら。だいたい100番台が、スポーツ関係のことを述べています。翔平それでいい、あの体調何かおかしくなったら、体に痛みとか走り始めたらそれ電波で何かやられてる、あの本当に体で痛み伴ってる人をうつされてる可能性とかあるから、それも大体医療業界本人の分もある医者がもうもうとことん追い詰めたなんか青いまずは認めることって目の前で警察官にさ追い込みかけられる追い込みかけられるここまでして捕まらへんわけないでしょそれとぼけたらどんどん罪重くなるからとぼけた回数100回のやついたらどうなります
無理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 。そんな人精神病院入れとく。無理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 。絶対無理。とんでもない入院数になるから、それみんなの税金。それで、医者がね、一月百何十万でしょ？一年で1,200万円要求してくる。一人に、もう大体4人部屋。精神病院。ヒルトンと同額。悪いことにお金絶対使ってる。一応心当たりあります。三田市の市役所、もともと立派で、特に老朽化していません。あの状態だったらまだ使えていました。だけども、いつの間にか三田市役所がめちゃめちゃ大きくなってる。立派になって。だから、我が天下とかで、我が天下の方の千馬ね、もう最初から言ってるんですよ。千馬の、まあ、豪華。燃やされてるでしょ。あとでしょとか。燃やさないかも。あと、借金返済。頑張って現場で、高速のスピードで、高い速度で高速ですよ。光の速さじゃん。動かない。それ、セイントセイヤと、ゴールドセイントだけ最初の話。それ、主人公のセイヤが、結局本当は神がかり的な力の話ちゃんと読んだ。もう分かる。ほとんどダイレクトとは直接っていう意味なんですけども、直接言ってるようなもん。ここまで神話の話まで持ち出してきて分からへん。アテナの地そこまで夜行きな強くなられへんって。夜生きてない時でも自分より上位者倒したでしょ。これがルール法律。ああ。聞いといてよかったでしょ。大体の話みんな分かって書いてるから。セイントセイヤとセメントセイヤの話だ。わざと名前、それか、それ誰か言う人間出てくるの、多分待ってた方。ダムの決壊、本当は昔あったから、ひどい昔の時代なんか聞いてダム作ってたから。もうわかるでしょ。絶対決壊するの、確定事故。その動画を YouTube で探したあるもあるんですけども、まあ、昔の白黒映像ね、今の技術でカラーとかにできますから、これもしかして第一次世界戦争の頃とかに、世界大戦のことなんですけども、作ってました。大問題。違う違う違う。日本のお城で、江戸時代よりももっと前の時代から、ちゃんと石垣、組んでる。黄色い石、どちらが重いと思います。昔のピラミッド見たらわかる。下に丸太とか入れて、ね。上に石乗せて、後ろから押してたと思うでしょ。多分もうその頃から滑車の原理できてたと思いますよ。違う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 。その頃から多分鉄採掘して溶かしてる。もともと石炭、まあ本当は木炭なんですけども、燃やして、まあ1300度ぐらいまで持っていって、青い色の方のね、最初の普通のオレンジ色とか、あれ、あんまり高温になってない方です。もう、こう、真上にものすごい勢いで青い炎が上がってる状態。さらにもっと高い温度になったら、まあ色変わるときは変わるんですけども、体温計入れて測ったら昔水銀と言われるやつ一気に割れる圧力、普通に考えたら分かる。やめといた方がいいですよっていう話。解明
賞とかね言ってるでしょ。僕が自分で須磨海岸見に行ってるから。神戸市兵庫生まれだから、神戸市に須磨海岸っていう海岸あるんです。あそこだったらさすがに子供の頃から行ったことあるっていう人、承認で探したいくらでも出てくるから。海面上昇、それ潮の満ち引きがあるの知ってないでしょって。大体同じ昔と、子供の頃だから多分もうそろそろ、まあ大体40年ぐらい前から、変わってないとしか言えない、こちら。そんな僕は大っぴらにそんなに嘘言えない。間違えることぐらいはある。これだけテレビで嘘言われて、あんね、あの潮の満ち引きって朝とか夜とかだけじゃないんですよ。月も重力ある、太陽も重力ある、地球にも重力があるの話があるから、あの重力によって潮の満ち引きが発生してるんですよ。いくらなんでも神がかり的な力で空中は歩けるやつ。もうそんな高いところから試さんでって、いい、片足絶対階段に置いときなって、片足普通に階段を降りていく。みんな階段あれ落ちていってる。それを踏ん張ってるので、考えすぎた人があのエスカレーター作ってますけど、いやいや無理無理無理。どうせそのエレベーターもつけよう。エレベーターほとんどの人階段で十分。それ最低事務仕事だけしてる人ね、現場入らないと。最低、本当は事務仕事ばっかりしてもお尻持たないでしょ。ある程度現場で走り回らなかったら自分が体力低下する。車で通勤、もう自分で自分の足見てみなさいよ。ガリガリね、女性のモデル、もう男性でモデルなんかしてる人いないでしょ。もういたらそいつ真面目に働いてる男性が叱られる。そんなことしたってお金回さへんよって言われてね、事務仕事ばっかりしてるから、女性の足、モデルさんみんな事務仕事じゃない、写真写してもらった。ガリガリ見ているこっちも売り上げの部分を含めてです。みんな自分で服屋さんに買いに行ける範囲でしか買いに行かないって。モデル雑誌見て着てる服都合よく置いてるかっていうことぐらい、みんな分かってるから。まあそこに多分プラスアルファで着てる服の通信販売、それを載せてるんでしょうけども、正直高値でしょう。それなぜかって言ったら、商売してる側の人からの自称を言いますね。たまにしか正直注文単価高くないと倉庫に置いとかなきゃないでしょ。土地借りたら、わかります？賃貸。向こうの方が稼ぎに走るから、ね、長年絶対倒産しないんだったら土地買った方がいいんですけども、絶対もう世界中先進諸国が少子化だから、売り上げ下がるに決まってるでしょ、の話がある。勘違いして、固定資産税の話、勘違いして、土地、安易に買った方が負け。それ最初から土地と家は買うときワンセット。それで逃げれんようにしておかなかったら、お亡くなりになられたときね、その土地を売却して、その建物を解体するんです。もう老朽化してるから、ご老人になられて亡くなられたっていうことは、いろんな、その後手続きとかいろんなところ中継してから、あ、やっとそこの建物誰もいなくなったんですねっていうことがわかるから。それ、全部が全部正直把握できますっていうことなんですよね。ソフトバンクの孫正義さんも今僕に訴えられてる方です。逃げ始めた。言ってる。ライジンも、ね、もうテレビでまず放送しなくなったでしょ。本社沖縄に逃げてた。
琉球空手のせいにし始めた。移転中。放送したテレビ局にも責任がある。それを格闘技界の連中が本当に本気で勘違いし始めて、それやったら俺たちがまだ稼げるって。何わけわかんないこと言ってんの。それ見て暴力だ、暴力覚えると自分で勉強するから。違う違う、その勉強意味ない。超人口密集地帯でもういいでしょ。24の県よりも兵庫県の神戸市だけで24の県よりも人口多いんです。140何万人いますから。24の県は140万人。145万人。だいたい下回りますから。もしかしたら、神戸市が147万人で、146万人で、県のね、人口は神戸市よりも人口少ないところももしかしたらあるかもしれない。本当に引っ越しがあるから。で、稼ぎ労働者。住所、こっちにしとかんかった郵便物が届かん。住所変更。ある程度の期間、本当に住所変更しなかったら、本当にそうなるでしょ。郵便物、行政からの郵便物、届かなくなるから。1年も出稼ぎ労働したら、さらにプラス余計な広告入れてきて。家のポスト帰ってきた。あふれ返った状態。あれどうしたら、郵便局の人たちが。無理でしょ、みんな。ちょっと、常識ありますかの話、まあ、混ぜなかった。1法律が2とか2つだけで動く人間、めっちゃくちゃ無理あるから。テレビのニュースはそこまで判例まで出てる内容で放送してるから、報道は。結論出てからそれでも間違えてる時あるんですけども、被告人からこんな情報出てきたっての死刑判決出された人、証拠の服のサイズが合わなかった。あ、もうこれ笑いながら言ったらあかん、本当に。それ本当に新しいですよ。裁判所が証拠を拒否するっていう法律があるんです。その裁判官名、わかります？って。死にました？生きてます？ね。もう40代ぐらいの人が裁判官にならなかった。無理でしょ？せめて地裁ぐらい。朝廷、本当はややこしい。最初から地裁行った方がいい。今は本当の話聞いたら、いろんな人が、それやったら俺も訴えれるはずやわ、俺も訴えれるはずや。なるなる。ある程度の結論出て、もう僕のホームページに内容貼り付けるから。印。裁判官の印が入った印。もうそれなかったらもうどこももうむちゃくちゃ、本当に。もうどっから手つけようっていう話。もう本当に頑張って真面目に世の中変えなかったら、全銀使われるだけ使われて、みんな消費税上がりっぱなしで苦しめられてる人たち多数でしょう。もうスポーツ界とか医療業界とか、建物建ってる連中、建築業、もう無理。本当にエネルギーの残存量問題の話があるから、もうある程度の覚悟をしといたり、まあ、もう こちらもそこまで鬼じゃないから、もうちょっと危険な仕事だけど、もう解体業行ってねとか、解体業渋ってる人たち、最悪あんまりごちゃごちゃ言い訳してたら、もう裁判所で僕を鬼になったら手つけれなくなるから、最低賃金法ギリギリ、住居手当ない、扶養手当ない、ボーナスなし、これ合法。それがもし嘘だって裁判所の裁判官が言うんだったら、まあこれケースによりますよ、売り上げあるかないかと。だからもう建築業界なんか赤字をずっと作りっぱなしだから、本当は。
いや、金属のね、残存量問題とかもあるから、実質的に買い手がいないように作ってたら、もうそれ本当は横領事件だから、もうそれでも抵抗したら、もうええ。もう責任話や。生活保護を受けながら、返済せえって、働いてって。もう買いたいよ。もう僕は撮影してるところからいいからって、言ってって。こういう話じゃないの。もう、昨日大阪の高等裁判所行った時に電車の乗ってみて、川西池だとか中山寺の近辺、もうあの駅の周り半径1キロ2キロぐらいで、もう絶対解体しなきゃならない一軒や2階建て、もうツタとかで覆われてる。そういうのもあるし、もう完全に極度の亀裂が入っていたりとか、もうここ買い手なんか見つからないだろうなっていうところ、もう本当にあ、これもう無理やわっていうところ。あ、もうそこ早く解体した方がいい。そう、解体したら中から柱とか燃やせるもの出てくるから、バイオ発電所に今の時点だったら回してくれたらいい。その間にまだ老朽化するから、本当に建物。だから早く、各高校、大学に、かまど発電、早くしないと。もう燃やすのは大体冬場だけ。それで学校内、暑くなるから、本当に。燃焼室っていう部屋作ってね、かまど発電。電気売るの、売電。それでジョー・バイデンさん。日本語でちゃんと分かるようにしてるって。バイデン。それで東日本大震災の頃に、あ、バイデンっていうシステムがあったら、ね、みんなしっかりとそういうふうな形ができるんだっていう話になったんですよ。だと思いますよ。本当は昔からバイデンぐらいできる話が出てきた。もう僕もお手上げ。本当に。それ何年からなんですかの話。以上です。